Hey man, this is Robbie. The weather is crap, but I am here somewhere in Saitama. I guess it's a city called Kasukabe, and I am visiting a friend and also a very famous drift car tuning shop. Competes in FD, D1, all kinds of places here at Kazama Auto Service. Hey! That's Mr. Kazama. テンション高いよ。テンション高いですね。 Hold on, let me go ahead and check my temperature. 36.2, not bad. This is their showroom. I guess he's building something else back there. I'll go get to that later. You can see that he has a lot of original parts, has coil packs, a lot of arms, shift knobs, e-brake stuff, and also carries a lot of things in stock. And he also has a gacha gacha right here. You know what gacha gacha is? You put money in it, turn it, the ball comes out, and it has like some kind of toys. There's rubber keychain stuff. I guess he is near the Noda Auction. So if you're in the area, you might want to swing by and say hi, pick up some stuff. So let me go ahead and ask Mr. Kazama to show me around to see some cool cars. Alright, so the first thing I saw when I pulled up, this cool 86. Now, these are becoming reasonable and also a very good platform to start drifting in. そうね、大体今100億ションで、まあ、お店で売ってて150万ぐらいからあると思うんだけど、もうほら種類がとかがもう高いから、特別なことはしてないんだけど、例えばナックル変えたり、ファイナルを変えたりして遊ぼうっていう企画。で、来年からほらターボとかそういうのつけて、もうちょっとパワーアップしていくのかなって。じゃあもうドリフトしてましたしたした、面白い。 半島はあっちの赤いのあれを買って始めやってたんだけど、あれがなんか電気系が結構調子悪くてダメだから、やめて今度全部こっちに古い色して今度こっちで遊ぶ。かっこいいですね。これどこのエアロとかは？エアロじゃないの？へえ。で TRD のマフラーついてて、それは初めからツイスタンで、TRD でマフラーに車高調デフマフラー入れただけ。これで大体 30万ぐらいまでいいのかな。車高調、ナック、ロアーム、マフラー、デフ、まあ、ちっちゃいサーキットで遊ぶには全然面白い。っていうコンセプトで今年1年間はこれでやろうかな。いや、こういうの大切ですよ。俺もこういうの興味いっぱいありますもん、やっぱ。なんかパワーがある車見たいと思うから、みんな。いっぱいあるよ。<笑>ここが、ほとんど使ってないんだけど。 おお、バンキーのうちのお店の、例えばやフォーミュラ D ってバンパー壊れちゃったとかっていうのはここで全部塗ってて、でこれ前恵比寿で前使った僕のミサイルなんだけど、14口径今値段がすごい上がってるでしょ。なので綺麗にリフレッシュして、うん、いやで取っといた方がいいですよ。だってミサイルもったいないですよ。そうで、これ14口径でまあこんな距離も走ってないし、 これ全部自社でやつは自社で直すよ。へえ。これほらエビス地方レンジの末永のお兄ちゃんに乗せてる方の車、まだやんなくちゃいけないなんかリスト、リストとか<笑>まだいっぱいある。来月なのに。これはでも前にあれでスゴンの時の、そう、もうだいぶ出来上がってるので、あのまあメンテナンスだけやれば大体走ってしまう車なんですよね。 Yeah, so this car is owned by a doctor actually. He drives at FDJ2. He was at the Bihoku round last time. Wow. Super 2J. This is 3.6 liter Samsonas シーケンサイル5速か。何馬力ぐらい？ ノスも入ってるので、ノス入れたら多分800から900馬力近くは出てると思う。基本的にはあのレイアウトと一緒なんですよ。あれも 3.6 のシーケンシャルで、こっちも 3.6 のシーケンシャル。先生があれと同じ仕様で欲しいってシルビア作ろうと思ったんだけど、だったら86のがいいんじゃない。うん、いいね。日産クーペ、トヨタクーペ、両方いっぱい馬力。いっぱい馬力、そう。 馬力は裏切らないから。名言出ました。こっちには
またこれも J2 で作れて、この前美北は出なかったんだけど、仕事の関係でお会いしちゃったけど、ああ、これはチェイサー、あ、マックか、ごめん、スゴーに行ったのはメンテナンスで今入ってる、オイル交換してる最中。あ、そっか、スゴーだって J2 も、そう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 、あの FDJ も閉鎖ですもんね。だから宮城先生もそうだし、こっちもそうだし、一応チームモティーズ、やっぱりチームモティーズやばいじゃないですか、台数が。そうなんですよ、まだベンジャミンとニアンが来ないからいいけど、これベンジャミン、ニアンが来るでしょ、うん、アンディでしょ、俺、まあ末永直人、5台じゃないですか、うん、そこに J2 で3台いるわけですよ、うん、8台、8台、わお、やばいよ。どこのオイルが一番いいですかね、やっぱオイル。あ、オイルといえばうちモティーズしかオイルないけどねモティーズワンメイク、こちらがね、もう何年も貯めて、俺結構断捨離で捨てちゃう人なんだけど、うん、マニアが喜ぶいっぱい部品ある。これでも捨ててる方なの、俺はあんまり中古パーツを残しておきたくない人なの、うん、どんどん捨てちゃうんだけど、まあ、やっぱりシルビアとかなくなってきてるものだけは、まあ、今捨てたらやばいですよあの捨てん、お金捨ててるようなもんだもん今ね。風間オートってあのもう何年なんですか、今年で、ね、30年。わお、俺が13歳の時ですよ。30年前はここは1個しかなかった、事務所とここだけしかなかった。へえ、30年でこう増えていきました、ね、30年やってるけど、ここがタイヤだけ。はい、タイヤないね、これ。あとタイヤとかエンジンがこっち側に。あれ、社長タイヤはあれでしょ、フェデラル。そうそうそう、多いですね、うん、もう many many stock of parts everywhere。 で、ここが僕のおもちゃ箱。あ、これですよ、これ見たかったのはみんな。でも、うわ、じゃあちょっと待って、もう最初にもうやっぱこういうね、スクーター大切ですよ、これ。そう、会場に行った時にほら、スポッターエリアが遠かったり、トイレが遠かったりする時に、ちょっと現地アイアンを。あ、ちょっと待って、あと、日本だとあんま見ない。何？いや、このトレーニングするもの、器具って。俺、昔、10年前にガンになってた。ガンになって、もう体力が異常にないと。で、スポーツジム行くのも、絶対飽きちゃってやんないから。極真空手を始めたんだけど、空手って何かちょっと常に鍛えていたくて、なんかこういうのをいっぱい買ったりしてる。これも特注、何が特注というか硬いの。あ、本当だ、これね、フランシスコ・フィリオが使ってるやつと一緒の感じあ、そうだ、前言ってたもんね、フランシスコ・フィリオが好きなんだもんね。そう、はい、フィリオがこれスポンサーついてたの、あのイサミっていうところね、ええ、でイサミに、ね、試合がいて、うん、フィリオと同じやつが欲しいって言ったら、フィリオのうち作ったんですよって言うから、じゃあ同じやつ作ってくれる。でも硬い。そう、だから人を殴ってるのと同じ体になってくれ。そんな人殴ることあります、頻繁に。まあたまにジャッジとかよく殴るやばいまあこれでもね、上げるのも65キロまでしか上げれなかった。ちょっと待って、自分の体重まで。ああ、でもそれ で、え、普通の人自分の体重上げられないよ、普通の人は。肘やっちゃったからもう今やってないから、もうホコリだらけ俺の今一番大事なのこれこれとある外人にね言って買ってもらったの。あ、俺これすごく大好きで、これ僕の 2J、 まあみんな 2J だよね。ね、あれ、これ、あの、この間日光のやつ、これは違うやつ、恵比寿のやつね、恵比寿で走ったやつ。これもずっと調子悪くて、この前の恵比寿の時にシーケンシャルミッション入れて、ノース入れて、めちゃくちゃ速くなった、調子。うん、あとはドライバーの問題かな。これはね、ベストコンディションの3人 GTR、まだ10万キロになったばっかりなんだけど、これ俺じゃないの、お客さんなんだけど、うん、一応ね、メンテナンスしてくれって言って預かったんだけど、超綺麗。へえ、やばい、全くないらしいです。いっぱい買っとけばよかったね、昔ね。30万あれば買えたからねこれあれじゃん、バリエッタオープンのやつ。やっぱ
ッテリ上がってる本当にもう全然乗ってなくて、うん、オートバックスとかイベント用にって作ったんだけど、コロナとかがあって全然やんなくなっちゃったから、もうずーっと2年間ぐらいずっと置きっぱなし。へー。でもまあ動かそうと思えばすぐ動くもんね。バッテリーあの充電すれば、すごい結構コンディションもいいシルビアなんで、まあ、25年だったら売っちゃおうかなと思ってさらに言うとこれ、この RC かっこいい。これオートサロンで、優秀賞をもらった車なんだけど、これもやっぱコロナでイベント何にもやんなくなっちゃったでしょ。結局2年間ずっと置きっぱなしで、もうこんな、ちょっと今それ説明してる時が寂しそうでしたよ、顔が。そうかっこいいね、でもでっかい。でかいんだよ、だから本当だったら乗って帰りたいなと思うんだけど、こんなの乗って帰るところがない。うん、でもほら今もう一台俺 RC 持ってるんですよ。それ今作ってるやつでしょ。そうそう、ドリフトので今週中に VR のエンジンが返ってきて、 4.3 リッターのツインターボのノース入れて、もう夢の1500馬力ぐらいの車を作ってやろうかとそれをフォーミュラー D 富士にデビューしていなと思って今頑張ってます。まあ、それでもナオト乗っけて、ね、ナオトを、あ、自分で乗るんじゃないの。いや、俺乗ったらトキ取れないでしょってそれいい走りができないからで、こっちは足のやつ。これ足っていうかね、これもね2年ぐらい前にちょっと話があって買ったんだけど、うん、全然乗ってない買ってから多分3000キロぐらいしか乗ってない。わお、ずっと置きっぱなし。でもこれだけはちょっと愛着あるから、うん、ちょっと汚れたらスタンドに持ってって洗ってもらって、うん、でももうだってこれスーパーカーじゃないですか。だって普通にこれいいよね。うん、なんでもっとないんだろう。本当はこれで作りたかったので1年間ぐらいずっとこの車の水没車とか事故車を探してたんだけど、1点も出てなくてオークション上に、うん、で結局 RC のところで、うん、本当はこれに VR 積みたかったもん。でかいっすねこれマジで。これだって別に何もエアロつけなくてすっごい、うんうん、風格が違うよね、うん、車で。俺はほらレクサス大好きっ子だからさ今LC、RC2 台、うん、RX、うん、CT5 台。あれはなんか IS とかもなかったっけ。 IS は、まあ、展示車だからね、うん、この55番ついてるのは、あ、自分、マイカー。マイカーね、これガレージあるあるじゃないですか。 Look at this! Check this out! He has his own、yakiniku grill where they can do the Korean style barbecue typeAnd he actually has a table, and this is so like, looks like a shop made it, but it's welded onto this rollable pipe, so... これ外でやんの？そうそう、バーベキュー。あれと、もう完璧ね。And brings out the barbecue and the yakiniku table. They go outside and eat yakiniku and have parties sometimes. 日本、焼肉じゃない。バーベキュー。バーベキューね。兄とか見られてんの。バーベキューやるからおいでおいでって言ってこうやってやると、それ焼肉じゃんって言われる。それが嫌な。ああ、じゃあバーベキューをやるってこと。肉がやりたい。ここはね今ね改装してんだけど、これから今倉庫になっちゃってるんだけど、前の元の事務所で今ねシミュレーターを今入れるので、ここはシミュレーター室なんで、ゆくゆくは末永直人とほらあの恵比寿サーキットのシミュレーターと一緒なので、それとオンラインでつないで、ナオとかなんかとオンラインスクールとか日光とか恵比寿とかそれをできるようにしたいねって、この前ナオと話してて、俺もほら再来週来月の頭都合があるから、早いとこ作ってナオの後ろ走ってラインを作るとまああとこれがあると、そう、海外の人ともプレーできますもんね。うん、まあ英語しゃべれないけどね。大丈夫ですよ、走り出せば。So if you guys ever see him online, go and drift with him if you have a sim. So these are all mixture of customers' cars and for sale cars and stuff like that. But nice JZX there. Super old school Cressida coupe. Porsche みたいじゃんこれ。It's like Kasama Auto. Even on his forklift, he got rolled with style.
and just、many different cars. I mean, check these out. Like,、あれこれ FD 出てるサイト。今年サイトのショーヤが今年乗るやつ。うんうんうん。でもメンテナンス預かってて、だいたい終わって。でこれドリフト天国。ドリフト天国のデモカー。あ、本当だ。ね、これは俺が今あいつに86貸してあげてるから、うん、人質、うん、これ企画で一緒に86でイベント、その86で企画やっていこうと1年間そしたら持って帰ってこなくなっちゃった。うち部品作れないから、うん、しょうがないから無知だから、ね、This is a place where if you like carsYou'll be happy because you're surrounded by so many beautiful cars. I mean, I'm pretty sure there's a story behind every one of them. Yeah, so if you're ever in the area, want to come check it out. イベントがなかったらたまにいる？いや、今度いるよ。毎日いるよ。土日、最近イベントはね、しすじめ状態になっていっぱいになっちゃったからあんまりいないけど、平日は間違いなく。All right, well, I would like to thank Mr. Kazama for showing me around his shop.Thanks for watching, guys. Hope you guys enjoyed it. And、don't forget to hit the like button and also subscribe if you haven't. Until I see you guys next time, peace out.